ほら、なかなかの腕ね。ほんと、すごい。マリちゃんって写真の天才だね。もっと言って。写真の天才、マリ様。後でカナタちゃんにもそれ送って。オフカース、オンラインに共有のアルバムを作りましょう。それにしても予習のつもりで行ったのに完全に本番になっちゃったな。あら、はるかちゃんとのデートは？それはすっごく楽しかったよ。みんなのおかげでちゃんとエスコートもできたし、はるかちゃんも喜んでくれた。でもはるかちゃんはかなたちゃんのことをお見通しでさ、事前にみんなで下見に行ったことがバレてたよ。あら、鋭い妹さんなのね。下見に行ってくれたみんなにも「ありがとう」を伝えてって言われちゃった。だからはるかちゃんの分もありがとう。エニタイム。私の方こそ楽しかったわ。けど一つだけ心残りが。え、なになに？限定だったポップコーンを食べ損ねたことよ。だから今度はミューズ、アクア、虹学のみんなで行きましょう。おー、いいね。かなたちゃん、ジェットコースター乗り足りないから次はいっぱい乗りたいな。え？いっぱい乗りたいな。オーケー、わかったわ。ジェットコースターのベストショット撮りに行きましょう。